こんにちは新州読書会の宮沢です、えー、今日も戦争と平和の解説をですね、えー、していきたいと思います。えー、第1部第1編の1からあの解説していきます。えー、舞台は1805年7月のペテルブルクです、えー。ペテルブルクとモスクワという大きな都市が2つありまして、大体話はこの2つの都市で進むと。 いうことになります。日本で言えば、東京と大阪、東京と京都。<laughs> 幕末の江戸と京都みたいな感じなんでしょうけども、えー、ペテルブルクと、えー、モスクワで話が進むんですが、えー、ペテルブルクでこのアンナー・シェレール、交代後の女官で、反ナポレオンの女性がいます。この人がイブニングパーティーを主催しておりまして、 この作品の中で3回このイブニングパーティーが催されるそうです。えー、もうなんかいろいろ詳しく解説されてるブログとか読んだらですね、3回行われるという話でした。えー、この方は、ナコードマニアのオールドミスとして振る舞うと。まあ、独身なんですけども、えー、まあ、昔は綺麗だった。まあ、魅力的な人なんですけども、まあ、ゴリゴリの保守。保守ですね。 まあ、交代後の女官だってぐらいですから、保守ですよ。日本の保守の人たちの、なんか、マダムみたいな人です。えー、この人のイブニングパーティーに、まずはシーリー公爵という人が来ます。えー、この人はクラーギン家。クラーギン家の公爵でありまして、えー、この人もペテルブルクに住んでるんですけども、えー、この、この人がピエールをですね、 ピエール・ベズーホフ。これ主人公を居候させてるんですね。で、ピエールのベ,ベズーホフ家、後でベズーホフのお父さん。この人は、えー、エカテリーナ2世の時の高官だった人ですね。すごい遺産持ってるんですよ。まあすごい影響力のある政治家だった。まあ、この人が亡くなるんですよ。この人の亡くなる遺産がみんな欲しいんですけども、えー、ワシーリー公爵とピエールはですね、一応親戚なんですね。 えー、ワシーリー公爵の母、母方の、母親がこのロー・ベズーホフ公爵と、あのー、ま、宴席関係というか、兄弟だかなんだかなんですよ。ということは、えー、ベズーホフ、ロー白爵が亡くなるとですね、ワシーリーにも遺産が舞い込んでくると、いうことなんですよ。でも結局入ってこないんですよ。 えー、遺言状によると、ピエールが全部相続することになる。で、ピエールは、もちろん、まあ、あの、この前も言ったように、ベーズーホフ伯爵の、まあ、死生児、バスタード、<laughs> バスタード、<laughs> バスタードって、放送禁止用語なんですよね。えー、死生児なんで、まあ、本当は、相続する権利がないはずだったんですけど、まあ、遺言状によって、ピエールに相続するってことになります。 えーまわしい立候尺はまあ何かしらこの自分のところに遺産が舞い込んでくるようにピエールを居候させてたんでしょうね。えー、まあその内心はどうだかわかんないですけども、まあ、なかなかあのこの作品の中でわしい立候尺の立ち振る舞いっていうのが非常にいやらしい感じで描かれてて、これはあのトルシトエ先生のあれですね、筆が載ってると。これは18ページですね、岩波文庫版ですけども。 マシーリ公がやってきた、あのイブニングパーティーにやってきたときですね、えー。彼は我々の祖父たちが話すばかりでなく考えるにも使われた洗練されたフランス語で、しかも上流階級と宮廷で年を取った建成家特有の穏やかで目下をいたわるような抑揚で話していた。彼はアンナのそばに歩み寄り、光水を振りかけた光り輝くハゲ頭をかがめて、彼女の方に差し出すとその手に喫し、ゆったりとソファーに。 えー、腰を据えた。何よりもまず聞かせてください。お,お具合はいかがですかアンナさん。私を安静させていただきたいもんですね。まあ、アンナはちょっとインフルエンザにかかっちゃうんですね。3日、4日前に。で、お見舞いがてらにイブニングパーティーし、まあ、招待してくれたんで、まっ、あ、さに来てくれたわけですよ。このワシリーが。で、彼は声と口調を開発に行ったが、その口調には礼儀と同情の裏に無関心と霊障までもが滲み出ていた。<laughs> ここが、あの、私やっぱ読んでて面白いなと思うのは、 あの、礼儀正しい割には、無関心と霊障お風邪を召されたそうで、大丈夫ですか私も心配しております。私どもの家内も、息子も娘もアンナさんのご用体を非常に心配しておるんですよ、と、丁寧に言って、礼儀と同情の裏に <laughs>、無関心と霊障ですね。が、にじみ出てるっていうね。これいや、まあ、いやらしい人ですよね。 まあ、実際、この嫌らしさが上がるのは、この遺産が入ってこないとき、がっかりするんですね。この後。あの、ベズホフ系で、まあ、臨終に立ち会ってたんですけど、結局、ピエールとドルベッコイ公爵夫人っていう人の立ち回りのせいで、えー、なんか、遺言状が見つかって、な自分が相続人になれなくて、まあ、かなりがっかりするっていう。まあ、そういう意味で、なんか、裏表、裏表があるっていうか、まあ、まあ、あのー、 まあそういう人だってことですよ <laughs>。闇ったらしい男だっていうのは、あのトロシトイ先生は非常に筆が乗ってますね。まあそういう細かい動画がこの私この作品面白いところだと思ったんですけども、あの、それが面白くないといえば、まあこの作品を、戦争と平を読む必要はないかもしれないですね。あの微妙な人間関係の会話の中のね、あやみたいなのが、私はすごい、 面白い多分志賀直哉先生もそういう人間の観察の鋭さの点においてトルストイを非常に認めてたっていうかあのー、人間観察が細かいんですよ。まあそれ辛辣だし。まあそれでいて何て言うんですか人間の卓越性みたいなものを尊さみたいなのも描くっていうかあと素朴な信仰みたいなね。 まあ今まで私もトルストの作品何作も読書会で扱ってきましたけども、非常にこの貴族のね、あの、俗物っぽい、なんかその裏表のあるね、道場を示しながら霊障してるみたいな、嫌な立ち振る舞いも詳しく書けるんですけども、一方で素朴な農民のね、新人から来る奇跡みたいなのも、まあ書くわけですよ。まあそういう、なんていうのあのに、人物描写のね、この、 振幅っていうかもう振り子がすごいんですよ。だからそれがトルストエの凄さだと思いますけど、まあドストエフスキーの凄さとまた別の意味です。ドストエフスキーっていうのは人間のなんか自己正当化とか自己欺瞞の恐ろしさみたいなのを書いてるんですけども、トルストエはやっぱり何て言うんだろう、一人一人の人間に対するこの洞察力がね、あの非常に深い。それがあの小説の中の登場人物によく描かれてるんですよ。 ということになってます。えー、で、ワシーリー公爵のグラーギン家には、あのー、次男のアナートルって男がいてですね、こいつはもう不良、素行不良なんですよ。で、この後、ピエルとね、夜な夜なつるんでね、酒飲んで、売春宿に行くみたいな生活をしてまして、えー、それでまあ、ペテルブルグを追放なんですね、ピエルがね、あんまり素行が悪くて、 なんか、小グマを飼ってんですよ。その、アナートルたちが。その小グマを、で、いたずらして、警察署長に小グマを結びつけて川に投げ落とすっていうね、とんでもね、えいたずらをするんですけども、酔っ払ってですよ。あとなんか、あとあれですよ、チキンレースみたいなことやるんですね。窓際に立って、なんか5階建てのなんか家の窓際に立って、ラム酒を一気飲みするみたいな、そういうことやって、 えー、もうすごい暴、暴れるっていうか、まあ、素行不良なんですよ。まあ、みんな、あの、その後、軍隊に入っていくんですけども、まあ、まあ、軍人なのか、もうすでに。で、このアナートルがあまりに素行不良で、皇太后も心配してると、アンナは言うんですね、アンナシェーレルは。で、アントが、結婚させれば落ち着くんじゃねえかってことで、このアンナシェーレルが、アンドレイの妹マリアっていう、女性がいいんですね。これは あの、なんか、モスクワの片田舎でのいあで、村で、親父のボルコンスキー公爵と筆足して暮らしてるんですね <laughs>。親父にいじめられながら暮らしてる、新人部い、なんか、罪と罰のソーニャみたいな女の子なんですけども。ええー、まあ、あの、独身でいるから、まあ、ちょうどいいんじゃないか、らマッチングした方がいいんじゃねえのかって言って、ワシ入リ公爵に、まあ、 おタクのアナートルさんも手つけられないね、不良息子ですけれども、マリアさんと一緒になれば落ち着くんじゃないですかってことで、縁談を持ち込むんですね、アンナはということです。で、縁談を持ち込むにあたって、アンドレイの妹なんで、アンドレイ・ボルコンスキーの。アンドレイの奥さんがリーザーって言うんですよ。こ仲悪いんですけど、アンドレイとリーザーね。リーザ・マイネン。リーザ・マイネン今回夜会に呼んだから、まあ、ちょっと見よもなんですけども、妊娠しているんですけども、 まあ、アンドレッド・リーザを呼んだから、まあ、その話を進めましょうっていうことはアンナが、ワシリー公爵に言うと。このアンナっていう人は <laughs>、とにかく仲人をやろうとしてるんですね。あ、なんていうかその <laughs>、近所のむむ、昔、昔いる近所のその縁談まとめてくれる、なんか結婚相談 <laughs>、結婚相談所みたいな、なんかあの、世話、世話やってくれる女性っていいんじゃないですか、おばさんみたいなね。 あの、そこら中の縁談まとめてくれる人えー、まあそういうのをやろうとしてるんですね。まあこう、まあこういう人を書くのも上手いなと思いますけども。で、えー、一応リーザとアンドレイが、まあ第2章、第1編の第2章で出、第2節か。で出てくるんですけども、ちょっとそこまでの話をすると長くなんで、えー、と、いう話にしておきます。で、一応ボルゴンスキー公爵の話もアンナの口から出てくるんですね。 でパーベル一世、前回お話ししたパーベル一世の中心、重心と読んでも重、重心と読んでもいいらしいんですけども、ペテルブルクもペテルブルクで、ぐ、ぐなのか、くなのかって問題がありまして、ドイツ風に読むとペテルブルクで、今大体ペテルブルクって書かれてるんですけども、新潮文庫とか読むとペテルブルクって書かれてますよ。でもどっちでもいいらしいんですね。英語で言うとピーターバーグって言ってんですよ。あの、セントピーターバーグって。 んで、まあ日本人だとペテルブルグかグダとかどっちか濁るんだか濁らないんだがね。私以前なんかペテルロシ、ロブ出身のくせにペテルブルグってなまってんだお前は語学の才能がねえなみたいなコ,マコメントいただいたことあってカチンと来たことあるんですけども。<laughs> まあ全然ドイツ語読みならグで、あの、別にロシア語読みならグーなとかな、なんかまあ各国の読み方によって違うってことがウィキペディアに書いてありました。 えー、なんで、えー、そういうことだそうです。英語読みだとセントピーターバーグ。わじゃざペトログラードって読まれてた。えー、いうことですよ。えー、まあ、そういうことです。日本のカタカナ表記でもペテルブルクがペテルブルクよりも多く用いられる。まあ、どっちも使われてるってことですね。 ということでした。で、それはいいとして、えー、ボルコンスキー公爵ですね。えー、の話がアンナの口から出ますね。で、まあ、選定の時、パーベル一世の時にも在中に退職させられたんですね。まああの、有能な人だったんですけど。えぇ、ー、退させられて。まあこの後出てきますよ。あの、第一部の最後の方、10、25。 25節に出てきて、すげえめちゃめちゃ喋るんですけども。まあ、この人もすごい魅力的な人です。私は大好きですね。ボルコンスキー公爵。えー、すごい皮肉言いまくりますね。まあ、ワシーリー公爵も皮肉っていうか、ワシーリー公爵はただいやらしいだけなんですけど、ボルコンスキー公爵の場合は、もうちょっと皮肉を言うっていうか、まあ、軽感ですよ。一,一つの軽感。 よく物事の裏まで、田舎に住んでる割に、洞察力がすごいっていう、ことが書いてあります。まあ、プラスプロシア王とあだ名された27ページの一番最後に書いてありますね。ということです。えー、一応、今日はここまでです。あの、これ29ページに、ロシア人とフランス語っていうのが出てます。えー、フランス語で喋ってんですよ、ほとんど。あの、 イブニングパーティーでみんなね。で、まあ、パリに留学したりして、まあ、外国語じゃないと、その、近代思想を学べないんで、ネイティブの先生が外国語を学ばされて、まあ、でも、教養のない家庭教師みたいにやって雇ってるわけですよね。あの、賭博者ってあるんじゃないですか、ドステスキーの。私、読書会でやりましたけど、あれもいい作品ですけど、あの主人公って家庭教師なんですよ。 ある一家の家庭教師で、外国語教えてんのかななんかあるかわかんないけど、家庭教師でついてって賭博にはまるって <laughs> その、くっついてった、バーデンバーデンだっけ保養地にね、家庭教師でくっついてって、そこの人たちがみんな、あの、賭博にはまって借金こさえるって話なんですけども。えー、まあ、あの、家庭教師を雇ってんですね。まあま、あ昔の人って、昔の人ってっていうのは、あの、ヒッチコックの映画とかでもね、 なんか家庭教師が主人公のやつありますよね。なんかまあ金持ちの家庭教師だからまあ一緒になんかくっついてって小間遣いしながら家庭教師して一緒に暮らしてるみたいなね。えそういう人たちが昔いたんですね今。今もいるのかもしれないですけど。で、子供たちはそういうネイティブのフランス人からあのフランス語をおっしゃってやられてフランス語は喋れるんですけどもロシア語がうまくないと。 という状態になったということですね。ということです。えー、一応今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。